私とてっちゃんが住む五ヶ瀬町は宮崎県の端っこにある人口わずか4000人の小さな小さな町です。でも五ヶ瀬には美しい自然があります。ここで巡り合う温かい料理があります。冬でも美味しいソフトクリームがあります。ここだけにしかないワインもあります。チキン南蛮定食もあります。そして僕たちが精一杯おもてなしをする寒いけどあったかいスキー場があります。雪が降る今年も雪が降ることをみんなでお祈りしながら、今年は五ヶ瀬の町のみんなであなたが来るのを待っています。女子が来るのを待っています。あなたに来ていただくために1年間ずっと準備をしてまいりました。南も日本で一番南のスキー場も結構リアルに困っています。今シーズンは CM を見るだけでなく五ヶ瀬ハイランドスキー場にぜひぜひ遊びに来てください。来てください。